はい、アートネスのカラーチェンジとはこのようにボトムにあるカードが、このようにこすると変わるというものです。カードをこのように押し出して2枚目のカードと入れ替えるわけです。手のコンディションですが、あまり乾燥してるとこのマジックはうまくできません。手の湿気によって2枚目のカードをこのように引っ張ってくる必要性があるため、乾燥している状態ではうまくいかないと思います。カラーチェンジはですね、ボトムのカードとその次のカードが入れ替わりますので、この2枚がコントラストがつくようにはっきりさせておいた方がいいと思います。原理としましては、右手をこのように見せて手がひっくり返った時にカードを少し押し出して、このカードを手前に持ってきてここに取ります。これをデックのボトムに当てると同時に、もともと見えていたボトムカードをこのように押し込んで隠してしまうということです。はい、このようにしてですね、カードを引っ張ってきた時に横を向いてると見える可能性がありますので、このカラーチェンジをやるときは観客にこのように正面を向いた状態でやるようにします。トップカードの次のカードに変わりますので、セットしておくときは1番目2番目をコントラストがはっきりつくようにセットしておいてください。まず持ち方ですが、左手にこのようにディーリングポジションで持ちます。次に右手を観客に見せて、右手が手の甲を向くようにしたときに、右手の小指でですね、ボトムカードのこの辺りを小指で押し出すようにします。だいたいですね 1.5 センチぐらい、目安としてはだいたいこのインデックスがある程度見えるぐらいまでの長さにしておけばいいと思います。はい、では実際の動きです。右手をこのように見せて、手が返ってくるときに右手は少し丸まった形になります。こういう状態になります。ここで丸まった手のまま小指がデックの右外端に当たるようにします。こういう状態です。そしてこの手が丸まったのが伸びる動作で、ここでカードを2センチほど押し出し締めます。このインデックスがはっきり出るように最初は大きく取った方がいいと思います。慣れてくると小さくてもできますが、慣れてきてもこれぐらいの隙間は空けています。このように手を見せてゆっくり小指で押し出します。もう一度やると、右手を見せて手が返ってくるときに丸まって、手が伸びたときにボトムのカードを押し出します。次に右手の親指の腹でですね、この辺りで2枚目のカードを引きずってくるようにします。こんな状態です。ここでこのように取れましたら、トップカードを戻しつつ、ここで引きずってきたカードを重ねるわけです。手のどけ方ですが、カードがこのように重なってこうどけると、まあ、これだけでも十分不思議なんですけども、変わり方が結構ぼんやりして見える印象になると思います。ですので僕はこのようにしたら、はい、ここで押し込んだ瞬間にですね、手をここでパッと開くようにしています。このタイミングが結構重要なので、これがパッとやるとここで開いた瞬間に変わっているように見えると思います。こんな感じですね。はい、このようにして押し出し変わったように見せます。トップカードが動いているというのはあくまでシークレットムーブなので、観客に悟られない方がいいと思います。手を見せてこのように返った時にボトムのカードをこのように押し出すんですけども、この時に単に小指で押し出すのではなくて、小指が当たったらデックの方を引くようにします。こういう状態です。そうすることによって右手はあまり手が大きく動かないので、デック全体がずれてる印象もごまかせると思います。こうきてこういう状態です。
引っ張ってきます。はい、これでこうすると、これでカードを跳ね上げるわけです。あとはこのカードを戻すのと、この手に当たっているカードをここでこのように合わせます。連続カラーチェンジの場合は途中までは一緒なんですけれども、ボトムカードを押して2番目のカードが現れますね。この2番目のカードをこのように引きずってきて、ここに当てると3枚目のカードが現れるわけです。で、これをまた次に引いていきます。これを連続でやっているわけです。で、何回かカラーチェンジしたら最後にこのように合わせてしまいます。横から見るとこういう状態です。で、最後に合わせます。